ルイロペスデビラロボスルイロペスデビラロボスは16世紀スペインの探検家。メキシコから香料諸島への航路を求めて太平洋へ出版し1543年にフィリピン諸島にたどり着いた。この諸島を最初にフィリピンと名付けた人物でもある。また小笠原諸島に属する火山列島を発見した人物でもある。当時スペインとポルトガルは 高価なスパイスを算するモルカ諸島への到達と領有をめぐって競っており、ポルトガル船がモルカを隅々まで探検するなど一歩先んじていた。一方、スペイン側はフェルディナンド・マゼランの航海で到達した島の情報を持っていたため、これらの島を諦めたくはなかった。ロペス・デビラ・ロボスは1541年、ヌエバ・エスパーニャ植民地の初代副王、アントニオ・デメンドーサによって、 東インド諸島への航海を指揮するよう任命され、1542年に4隻の船でメキシコを出港した。彼の艦隊は北、太平洋を横断し多くの小島を発見した後、まず、ルソン島の南海岸に達し、短い間停泊した。続いてサマール島、レーテ島に到達し、彼はスペイン皇太子を叩いてこの島々に、ラスイスラスフェリピナスと命名した。 これが現在のフィリピンの国名の由来である。しかし、敵意を見せる先住民に島を追い出され、上とンパに見舞われ、ロペスデビラロボスは島への入植と探検を諦めた。1543年8月26日、近隣島探検のためミンダナオ島を出発し、10月2日に北、イオオ島付近を通過し、火山列島を発見している。彼らの生き残りは、 モルッカへの脱出を試みたが、先にモルッカに来ていたポルトガル人との争いに敗れ、彼らは捕虜となった。ロペスデビラロボスは1544年にアンボイナ島の牢屋で死んだが、残った乗組員は生き残り脱走して、ヌエバ・エスパーニャに戻った。なおロペスデビラロボスの太平洋艦隊には、後にイエズス海に入会して、日本不況に従事した。 宣教師コスメでトーレスも同情していた。ありがとうございます。